フアンプホール・ガルシア、フアンプホール・ガルシアは、第二次世界大戦時に、ナチスドイツに敵対する、立場の二重スパイとして活動した、スペイン人。ドイツからは、アラベル、イギリスからは、ガルボの、コードネームで呼ばれ、ドイツから、鉄十字勲章、イギリスから、大英帝国勲章を授与されている。1949年に、ミゴの協力により、 マラリアによって死亡したものと偽装され、その後はベネズエラのラグニラスで書店とギフトショップを経営した。1984年にノルマンディ上陸作戦から40年を記念して開かれた祝賀会に招待され出席している。マスターマン、ジョン・ C ・ザ・ダブル、クロスシステム・イン・ザ・ホーブ・オブ1939-1945、オーストラリアン、 ナショナルユニバーシティープレス、ISBN 9780708104590、エージェントガーボ。ミゴヒストリー、ミゴセキュリティサービス、2015年4月15日、閲覧。プージャル、p 7アワーランデブルワズ 2B in New Orleans, there, on Sunday, 20 m イ y 1984, I first met Mike o r ありがとうございます。